バクナリ3対3第3競争スタートが切られました。少しタイミングばらつきがあります。 1,2 コースコースアウトになりまして、人気の2人1周1マークはインコースから1号艇の今坂が回ります。2コースの2号艇青木が刺して先頭に立つか、外は3号艇の村、あっと1号艇の今坂が落水です。1号艇の今坂が落水です。スタートは正常でした。バックストレッチ鑑定は5人の選手が走り抜けて、これから第2ターンマーク、2号艇の青木は大きく抜け出していますが、1周1マークのところアクシデントが発生していまして、1号艇の今坂失格、それから3号艇は妨害のため失格です。3号艇は妨害のため失格です。そして1号艇の今坂は落水していまして、この今坂も失格となりました。5人の選手による競争です。シリーズ4日目後半戦を迎えました。トラドキ3予選競争第7レース、このレースは4号艇出場予定でした今坂明宏選手が全レース負傷のため欠場となっておりまして、レースコースには5人の選手が登場しています。シティさんダッシュ456スタートを切りました。このスタートは判定中、このスタートは判定中、お手元の投票券は大切にお持ちになっていてください。外寄りで早い手があったようです。お知らせいたします。第7レース5号艇長野道夫フライング変換決勝、5に関係する投票券は発売額と同額で払い戻しをいたします。最後まで大切にお持ちください。123-456インからトップスタートを決めていきました1号艇の深谷智弘です。さあアドバンテージがあります。そのまま先に回ります。後続の手は何もできないでしょうか。スタートは前提正常、打ち刺してきた4号艇外を回った3号艇山田、この辺りが2番手争いになっています。そしてその後ろは少し水が空きまして、2号艇5号艇がラップで最内6号艇の大川が続きます。2マークは1号艇の深谷から4号艇の前澤が行って、その脇を狙う3号艇山田なんですが、この差しはわずかに入らず、2番手は4号艇の前澤が一歩リード、懸命に追っていくのが3号艇山田。現在上位は1番4番3番、この4号艇3号艇定冠は一定新少将です。2周の1マーク1号艇深谷の後ろ、3号艇に対して付け前強襲、4号艇の前澤、3号艇がキャビってしまって2号艇と接触、あっとっと、その後ろでアクシデントがありました。3号艇の山田にアクシデントがありました。現在上位は1番、4番、2番で2周2マークへ向かっていきます。3号艇は落水の失格となった模様です。